後ろ2頭10番ラージベル、1番カップッチョ、後方は固まっています。3、4コーナー中間7番カマラードマリーが内から先頭に変わって残り404コーナースーッと外から6番ノースリーバー前を捕まえに行きます。間の11番ルイスは3番手と変わって4コーナーから直線に向かいます。6番ノースリーバー先頭に躍り出てリードを1馬身、外から9番フェズカズマを追って200を切りました。内目からアイファーベアが伸びてくる。今度は9番のフェズカズマ差し切って先頭リードを2馬身3馬身、外からは8番ビッパーカン、4番フェラメンテ、外から追って2着争い抜けている9番フェズカズマ先頭コールイン、2番手どうか、4番シエラメンテが追い込んで離れて内目8番ビッパーカンと接戦と。ファーベアが伸びてくる。今度は9番のフェズカズマ差し切って先頭リードを2馬身3馬身、外からは8番ビッパーカーに4番シェラメンテ、外から追って2着争い抜けている。ロイが次絶対カップッチョ来るって、カップッチョ来るって絶対。まあとはいえこれ不利がなければ突き抜けてたかと言われるとちょっとそうでもなさそうなので、狙いは2着おわ3着、この不利がなければ2着おわ3着には来るということでいきたいと思います。まずはまあ2着になった時のこの馬たんですけども、もうこの10番エメラダ以外全部で3連単、これ3着になった時ですね、まあ、頭は2番5番12番ぐらいで、行きたいかなと思います。10万馬券もあるということです。で念のためにまあワイドも相手、6番7番8番ぐらいで、1000円ずつ言っとくということで、まあ、これが3着の時と2着の時、の馬券、まあ、ちょっと1300円余ったんでまさかの単勝も1300円買っとこうと思います。ガードコースの向こう正面枠入りあと1頭で12番ノースリーバー、出遅れだけやめて、よし、スタートしました。12番ノースリーバー外からインスタートを切っていますが広がっています。まず出ていくのは7番のアイファーベア、そして9番新人限界2頭、2馬身3馬身がいて3番3馬身ポツンと中段を追走、あカップッチョ、また3馬身ぐらい空いて11番カップッチョ、6番のエコログロリアスが7番2頭目、5番サンスレッド、1番エメラダ1番後ろとなっています。残り400切って4コーナーカーブ、アイファーベアわずかに先頭ですが頼む合わせにいった新人限界2頭、4コーナーをカーブして直線外に持ち出して8番ロコリ内を狙って1番サンスレッド、マグンの中カマラードバリー200を切って外から12番ノースリーバーが伸びてくるが前の2頭の競り合いが続いているが、その中から1番の新人限界が頼む抜け出して内を狙ってアイファーベアが2番手、頼む先頭9番新人限界競り勝って、2着は7番アイファーベア、3着とか11番カップチョサイ追い込んできて、このうちは8番の高校種、この2頭同じ勝負服の2頭は3着争いです。話す形になって11番カップッチョサイドに乗り込んできて、あれ3着に上がって8番高校種、ああよかった、ワイドワイドよかった、という体勢となっています。勝ちタイム58秒5、上がりタイムまで 300m は44秒3、 600m は35秒3です。到達順番すんなり上がりました。函館12名です。密着は9番新人限界ロジスキメイサンデ、あなんとか3着来てくれたわ、あんたら、あよかった、次の馬も決まっとるからまた頼むで、頼むわ。
2番手、16番花咲徳田3番手、400を切って4コーナーです。インコース4番手が2番シンデレラスマイル、さらには3番のメリタですが、追い上げに入って4コーナーから直線、外は10番のロットジュリアです。あ、詰まってる詰まってる。今度は15番ビスケットが先頭に変わって200を切りました。追って2番シンデレラスマイル、16番追い出した追い出したけど、3番メリタです。追って5番のアルマ、挟まれた挟まれて、あ、塗ってきたけど、あ、また進路ない。あ、これこれ次買う、次来る、この馬次来る。15番ビスケットの内から2番のシンデレラスマイル横山、はい、ということで、ハイヤーレルム、まだ1回も馬券に絡んで、おりませんけれども、前走初戦にで、進路塞がれまくり、挟まれまくりということで、それでも伸びてきておりましたので、次この馬が出たら1万円また勝負したいと思います、ということでどうもありがとうございました。